コビ平安愛イエスの名前にあり信仰恵み御救いイエスの名前にあり。いいですね。主を喜ぶことは私たちの力です。やっぱり賛美すると主がここにおられる我が家におられるというそういうスピリット魂の中で感じさせられます。ぜひ皆さんもゴスペル主を見上げて賛美することを実践してみてください。 Good morning。 今日はね富山にも入っています。いや順調に、邁進してます。富山を抜けると新潟ですから、これからどうでしょうね、4日ぐらいかかりますかね新潟まで。まあ順調に一歩一歩一日一日焦らず慌てずじっくりゆっくり、まあ、歩いているとそのことを教えられます。今日あなたに送りたいバイブルの言葉マタイの6章3節、有名な言葉です。あなたは施しをするとき右手のしていることを左手に知られないようにしなさい。あなたは施しをするとき右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。ジーザスの言葉です。まあ私たちはこれやったあれやった内心俺はすごいだろうっていうようなそういう高慢な気持ちになりやすいのが我々のハート心ではないでしょうか。ジーザスがすごくバプテスマのヨハネを称賛した言葉があります。バプテスマのヨハネはキリストは栄え自分は衰えるんだと、うん、女の胎の中で生まれた中でこのようなものはいなかったとジーザスは言いました。これすごい褒め言葉ですよね。このキリストが栄え自分は衰える、まあ、パウロも似たようなこと言ってますよね。生きることはキリスト死ぬことは益です。そのような表現をしています。またジーザスがあなたが祈るとき奥の部屋に入って戸を閉めて隠れたところで聞いておられる父に祈りなさい。そうすると隠れたところで見ておられる父があなたを報いてくださいます。ですから施しをするとき誰かに何かをするとき自分がやってるんだというようなそういう思いに私たちはなってしまいやすいですけどそういう思いに気をつけなさい。私たちは一緒にして偽善者になってしまうわけですよね。ジーザスはある時こう話しました。あなたが一杯の水を少年に与えたことは私にしたことなんだと。あなたが牢獄に行って囚人を面会したときそれは私にしているんだと。あなたが病院を訪問したときそれは私にしているんだと。服のない服を着てない人に裸である人に服を着せてあげることは私にしたことなんだと。あなたが人にしたことは私にしたこと。要するに、私たちは何かを施しをするときにそれはイエスにしているんだよ、そのハートが大切なんだよとジーザスは私たちに語りかけているように聞こえます。ぜひ粋な生き方の見本であるジーザスの生き方また言葉からまた聖霊の働きを通してそれを実践していけるような一人一人になっていきたいと思います。神様あなたを用いたいんです。ですから自分がこれやったあれやったというのは野暮になりますから粋なジーザスを見習って男は黙って札幌ビールじゃないですけど男は背中で語る、また
義理と人情と痩せ我慢、別に我慢する必要はないんですけど、主に委ねて、主を礼拝するつもりで、全て主に感謝を捧げる思いで、一つ一つのことを実践していきたいと思います。ぜひ今日あなたもそれをチャレンジする一日でありますよ。Have a good day.